こんにちは。今回はカスタムトランジションということで、画面の切り替えのトランジションを自分でカスタマイズする方法をお話ししていきます。このカスタムトランジションは応用次第でかなり使えますし、後々紹介するプロモーションビデオにも関係する内容なので、実際に楽しみながら手を動かしていってみてください。まずはじめにタイムラインに2つの素材を挿入します。するとこのままだったら単にポンと次のシーンに移り変わるだけで終わります。ここでトランジションのエフェクトをかけることで画面の切り替えを工夫することができるんですが、今回はこれを自らの手で作っていきます。ということで、まずはこの上に黒と白のカラーマットを作っていきます。この新規項目からカラーマットを選択して、まずは白のカラーマットを作成しましょう。はい、そうしたらもう一回新規項目からカラーマットを選んで、今度は黒のカラーマットを作成しておきます。そしたらこの今作ったカラーマットをタイムラインの中に入れておきましょう。黒が白の上に来ちゃってます。ここから基本的なトランジションを作っていきます。まずはエフェクトのところでクロップと打ってから、クロップのエフェクトを探してみましょう。そしたら黒のカラーマットにこのクロップを適用して、右と書いてあるところの時計マークを押してキーフレームを打ったら、適当に時間を空けてこの右の値を 100% にしておきましょう。すると見てみるとわかるんですが、黒から白にスライドされて切り替わるシーンが完成しました。あとはキーフレームが始まるところと終わるところでクリップをカットして、このクリップ間では常に白黒が動いている状態にしておきます。はい、これだけでもトランジションとして使えそうですね。これからこの黒の部分と白の部分に最初の2つの映像を入れ込んでいきます。とりあえず今作ったトランジションはネスト化してまとめておきましょう。まあトランジションとか名前をつけて OK を押します。そしたら今作業していたトランジションのシーケンスは V3 のところに配置します。そしてこのトランジションのシーケンスを最初の映像のケツと同時に終わるように持ってきておいて、この最初の映像を V1、 そして2つ目の映像を V2 に配置して、ちょうどトランジションのシーケンスが始まるのと同じ位置に配置します。1つ目の映像がネストと同じ部分で終わって、2つ目の映像がネストと同じところで始まります。ぴったり合わせるようにしておいてください。そしたらエフェクトの検索のところに行ってマットと打ってみましょうか。するとトラックマットキーというのが見つかりますので、そのエフェクトをクリップ1とクリップ2の両方に適用しておきます。そしてクリップのエフェクトコントロールを見てみると、マットのところが選択できるようになっていますので、ここをトランジションがあるビデオ3に設定しておきます。もしトランジションがビデオ4とかビデオ5にあったら変更しておいてください。そしてコンポジット用マットと書いてあるところもアルファマットからルミナンスマットへと変更しておきます。そしてその下にある反転のチェックボックスにもチェックを入れておきましょう。これは映像によって入れるか入れないかは自分で判断してください。2つ目のクリップにも同様に、マットのところをビデオ3に設定しておいて、コンポジット用マットをルミナンスマットにして、最後に下の反転のチェックボックスを押しておきます。ただここで再生して見てみると、トランジションがうまくできていませんので、2つ目のトランジションの反転は外しておきます。これでおそらくトランジションがかかったかと思います。はい、これで再生してみると、1つ目のクリップが黒に適用されてて、2つ目のクリップが白のクリップに適用されるようになっています。ただここで再生をしてみるとわかりますが、このトランジションが適用されていない右側のところは画面が真っ暗になったりしていて見れません。なのでトランジションが終わるところでクリップをカットして、トランジションが終わった後の映像に関してはトラックマットキーのエフェクトを外しておきましょう。もし1つ目のクリップも黒くて表示できなければ同様に、カットしてからエフェクトを外しておくことでしっかりと映像が一通り見ることができます。はい、これで例えば Easy Ease とかをかけておくことで速度とかも自由に変更することができますし、黒と白の割合を変えることでカスタマイズすることもできます。ではこれから簡単にそのカスタマイズの方法もご紹介します。先ほどの黒と白のマットを作ったシーケンスに戻って、一旦黒マットのクロップのキーフレームを全て外しておきます。そしたら黒マットの最初の位置で右と左のキーフレームを0に戻しておいて、どこか真ん中の方に移動して、今度は 40% ほどでキーフレームを打っておきます。すると真ん中あたりに黒いラインが見えましたね。そしてもう少し進んだあたりで、今度は右と左の値を 30% と 30% 両方 30% に設定します。そして最後の位置にフレームを進めたところで、今度は 45% と 45% とか数値を設定していきます。するとなんだかこんな感じでワンワンになってますね。
速度が一定で機械っぽいので、キーフレームの真ん中の2つのキーフレームにベジェをつけておくと、すごく滑らかに動くようになっていきます。この状態で一旦確認してみます。この状態だとトランジションというよりも邪魔が入った感じなので、このエフェクトをスライドさせていきましょう。やり方は簡単で、このクロマットの位置のキーフレームを最初に打っておいて、真ん中あたりで一回左に揺さぶりつつの右へと吹っ飛ばしてあげましょう。さっきと同じようにこの動きにも真ん中のキーフレームにベジェをかけておきます。はい、こうするとこんな感じの動きができます。はい、するとこんな感じの動きですね。するとさっきのシーケンスに戻ってみると、トランジションが適用されてこんな感じに見えるようになっています。ついでにまた今のトランジションのところに戻って、黒いマットをオルトキードラッグで複製して上に配置して、アンカーポイントを変えることによってこの黒い部分の数を簡単に増やすこともできます。まあ工夫次第でいろんな形のトランジションを作成できますし、後々紹介するようなプロモーションビデオでもかなり役に立ちますので、ぜひとも真似してみてください。それではここまでご覧くださり本当にありがとうございます。いつか会える日を。